チェンチは外してた。誰か降りてくるぞ。おお、マコのシルエティだ。かっこいい。宇宙最速の青いシルエティ、インパクトブルーだ。もっと集中しなきゃ。一体どうしちゃったのよ。そんなことがあったの。じゃああんた、あの池谷って男に振られたわけ。うん、そういうことになるわね。道理でね、走りがおかしいと思ったよ。あんたってそういう精神状態がストレートにドライビングに出てくるタイプだからね。感覚派っていうか。そりゃいいか池谷、惚れるってのは何もかもひっくるめて飲み込んでやるってことなんだ。いいから急いでその待ち合わせ場所へ行け。説教はその後だ。8時ごろ、初めて池谷さんと会ったあの看板の下で待ってます。店長の言う通りだ。真子ちゃんはいつだって真剣だった。俺は大バカ野郎だ。足痛くなっちゃった。サンダル嫌い。神様お願いです。もう一度だけ俺にチャンスを。渋滞。もうサンダルなんか履かない。それにしても納得いかないよね。マコが振られるなんて。どう見てもあいつはマコにラブラブに見えたけどね。なんかの手違いだったんじゃないの？そうかもしれないと思って、あの後もずっと待ってたんだけど。かかってこなかったわけね。うん。あんたからかけてみたら？そこまでしつこくなれないよ。約束の時間から3時間待ったんだから。向こうが何もフォローしてこないってことは私に興味がないってことだよ。うん、でもマコはマジで好きだったんだね。ドライビングに影響が出るくらいなんだから。うん、あげてもいいと思った。え？何を？バージ。大胆なんだかわかんないよ、本当に。だけどさ、あの男のどこがいいの？うん、
なんていうか、誠実だし、優しいし。二人で車の話をしてると、盛り上がって、つい時間を忘れちゃう。もしもし。なに、慎吾？久しぶりじゃん。元気？おう、まあな。さゆき、実はな。え？なんだって？ランエボ軍団が妙義に。おい兄貴、聞いたかよ。栃木ナンバーのランエボが妙義にも現れた。そうか。やられたってよ、ナイトキッズが。中里のバーガー、よそ者なんかに負けやがって。そいつらの正体は分かっている。リーダーは須藤恭一、日光いろは坂をホームコースとする走り屋だ。え？恭一、お前は何を企んでいる？久しぶりだね、慎吾。ああ。しかし情けないね、ナイトキッズも。いきなり随分な挨拶だな。こいつはさゆき、俺の昔馴染。どうも。かわいい。走ったな、こいつだよ。中里ってんだ。よろしく。それにしてもどうなってんのさ、地元で負けるなんて。群馬の砦は俺が守る。お前らの目論み、妙義の谷深く薄めてやる。相手はエンペラーっていうランエボのワンメイクチームなんだけどよ。タケシはレッドサンズとのヒルクライムバトルに負けた直後だったし、そのショックを引きずってたんだよな。ドライビングのリズムが乱れてたぜ。まあな。こいつは走りにムラがあるし、プレッシャーに弱いタイプだ。お前にそこまで言われたくねえよ。まあ、こいつほど3人を乗りこなしてるやつはいない。三人使いならこの辺のエリアじゃナンバーワンだろう。そのたけしの三人を引き離すんだから、あのランエボめちゃ早え。あいつら1ヶ月で群馬エリアを総なめにするって言いやがった。来るぞ、こっちにも。気をつけろよ、さゆき。妙義と薄いなんて目と鼻の先だからな。あっそう、上等じゃん。私らだって伊達に薄い峠最速のインパクトブルーって呼ばれてるわけじゃないからね。強気だ。悪いことは言わねえからさ、この件には関わらねえ方がいいかもしんねえよ。それどういう意味なの、慎吾。はなっから勝ち目がないって言いたいわけ？いや、そういうわけじゃ。女だと思って甘く見ないでよね。どこの誰が来ても私らは逃げないよ。すごい。話はそれだけ？
私帰る。なんだよあの跳ねっ返りが。どうなっても知らねえぞ。おいたけし、わざわざお前を連れてきたのはエンペラーの凄さを佐伯に知ってもらうためだぞ。もっと言ってくれなきゃ。おい聞いてんのかよたけし。プルルン、すげえ。ん？ともかくエンペラーってランエボのチームが群馬エリアに攻撃を仕掛けてきてるらしいんだ。その話なら俺も聞いてる。すごい噂になってるからな。ナイトキッズのステッカーが真っ二つに切られて逆さまにリアウィングに貼り付けられたって。普通そこまでやるか。そいつら本当にここにも来るのかな。来たらどうする気だよ。さゆき、聞くだけ野暮って言うもんでしょ。そうだよねマーコ。うん、受けて立つよ。どんな奴が相手でも私らは薄い最速もインパクトブルーだもん。そういうことだから、いい？みんな頼んだよ。ランエボのそれらしい車見かけたら速攻で私の携帯にチェキ入れてね。ああ。あれから2日経ったけどまだランエボは来ない。ひょっとしてこっちには来ないのかもしれない。それならそれでホッとする気持ちもある。ここんとこ調子いいとは言えなかった。今バトルしたとして自分のベストな走りができるかどうか自信ないな。でもこのモヤモヤした気持ちなんとか吹っ切りたい。池谷さんのこと忘れたい。ドリャー！さゆき、なんであんたがうちの風呂場に出るのよ。のんびりと風呂なんかに入ってる場合じゃないよマコ。なんなのよ。あんたを迎えに来たんだよ。行くわよ。行くってどこへ？薄い峠出たんだよ、ランエボが。グズグズしないで、とっととパンツ履きな。待って待って、もう嫌。エンペラーだ。本当に来やがった。サユキたちには連絡したか。あ、なに、ランエボが来た。ああ、あんたの言ってたエンペラーってやつ、私たち今向かってるとこだよ。よし、わかった。タケシ、薄い峠にランエボ軍団が現れた。来たか。行くか、タケシ。ここも FR のドリフト小僧ばかりだ。群馬エリアなんてどこも大したレベルじゃないな。早く帰って京一さんに報告しようぜ。おう。
あたしらのシルエイティが一番ってことになってるからね。おい、シンゴ、あのシルエイティの片割れの女とどういう関係なんだ。さゆきのことか。どうって言われてもただの幼馴染だよ。小中と学校も同じだったし、家も結構近かったんだ。そうか。ああ、ひょっとしてたけし、お前ああいうのがタイプなのか。いや、やめとけよ。とにかく気が強い跳ねっ返りだからな。ま、あいつは人の忠告なんか聞くタイプじゃねえけど、いくらあいつらのシルエティが薄い最速って言ってもランエボとやったら勝ち目はねえ。確かにドリフトで振り回すテクニックはすげえと思う。地元では誰にも負けないかもしれねえけど、純粋に速さを競う時のシビアなコントロールをあいつらはほとんど経験してない。コントロールの遊びというか甘さのようなものが出ちまう。本格的な 4WD が相手なら通用しないぜ。お前ならわかるはずだ、たけし。女だから遅いとかそういうことは言いたくないが、さゆきたちに勝ち目はない。ほう、シルエイティね。おまけにドライバーが女とは。面白そうだから遊んでやるが。おい、いいのかそんな勝手なことして。俺らは偵察だぞ。後で恭一さんにどやされても知らねえぞ。硬いことは一個なしだぜ。わざわざこんな遠くまで来てるんだ。少しぐらい遊んでも罰は当たらねえだろ。勝ちゃいいんだよ。だけど万が一ってことも。ざけんなよ、レン。万が一もクソもあるが、こんなチャラチャラした女相手に俺のエボ4が負けるかよ。聞こえたのか、ぶちってきた。あいつら禁句を言ってくれたよ。女だからってバカにするやつが一番ムカつくんだよ。上等じゃん。気合い入れていく。マコがいい目つきになってきた。こういう時のマコは早い。テンションで走るドライバーだからね。勝負は下り一本。薄井の道は狭いから先行後追いバトル。先行が後追いをちぎれば勝ち、ちぎれなければポジションを変えて決着がつくまで繰り返す。どう、そのやり方で。いいぜ。じゃあどっちを選ぶ。最初のポジションはそっちが決めて。よし、一本目は後追いだ。後ろからケツを見させてもらうぜ。じゃあ始めましょう。1個目のコーナー立ち上がったところから全開走行に突入するから、それがバトルの合図よ。わかった。ああ、オーケー。おい、大丈夫かよ。何度も言わすなって。俺だってエンペラーの中じゃ相当なもんだぜ。女が転がすシルエティなんかに俺のエボ4が負けるなんてことは 200% ありえねえ。行こう。負けられない。女のドライバーをバカにするやつには。マコ、気合入ってるね。行くよ、セイキ。オッケー。だぜ、エボ4がシルエイティに負けるなんてことはありえない。始まっちゃったよ、本当に。いざとなると女の方が度胸あるよな。勝てるのかな。
相手はナイトキッズを破ったエンペラーだぞ。ハイパワーターボの 4WD だもんな。普通だったら逃げ出すよ。でも佐伯たちで勝てないなら誰がやってもダメだろう。ああ誰が言ったか知らないけど、薄い最速のインパクトブルー、信じるしかないよ。この辺りじゃ佐伯の青いシルエティが一番なんだからな。やるじゃねえか。さすが地元だ。依頼走ってるぜ。対向車ないよ。ドリフトで思いっきり流して。俺の F4 のドリフトは FR のチンケなものとは違う。エンジン全開、ハイスピードで突っ込む 4WD ドリフトだ。今のところは互角の滑り出し。食いついてくるまでエボ4の性能なのかテクニックなのかはっきりとは分からないけど、確かにお前の言う通り振り回すドリフトには遊びの要素が多くなる。問題はタイヤの使い方だ。ああ。お前が前にそのシルエイティの走りを見たのはいつだ？春頃かな。なら、化けているかもしれねえな。ああ？俺にも経験あるけど、どっかで停滞洗礼を浴びて目覚めたりすれば、センスあるやつなら大化けする。ああ。世の中には、アキナの86みたいな FR の使い手もいるからな。 4WD に勝つ FR だっている。けどあの86は別格だ。ま、佐伯たちが一度でも86の走りを見る機会があったとしたら話は違うんだろうけどな。生意気な女のくせによ。絶対負けないよ。すごい、マコの走りが以前とは違う。ステアの画角がはっきり分かるほど小さくなった。このドライビングのイメージは多分秋の86とのバトルから。目覚めた。すごいよマコ、このバトル勝てるよ。後ろのエボ4がコーナーで突き切れていない。あいつは思ったよりすごい腕じゃない。妙義でナイトキッズを任したドライバーとは多分違う。そうと分かればいつまでもお尻を見せてやるのも尺だよね。次決めるよマコ、 C の121。分かってると思うけど今日のあんたはストレートの伸びが違う。いつもより高いスピードで突っ込むことになるからね。それなりのコントロールしなさいよ。勝者なし、ゴー。あんな女どもにクリアできるコーナーが俺のエボでいけねえわけがねえ。
台に乗れねえ。大丈夫かよ。ああ、おい、このことは恭一さんに絶対黙ってるよな。ああ。佐伯、どうした？ランエボ軍団は？遅いよ、信号。もう終わっちゃったよ。終わった？そうか。まあ、がっかりするな。俺たちだって地元で負けたんだ。何言ってんの？勝ったわよ。あたしらが勝ったのよ。勝った！マコはすごかったよ。やっぱり天才だよ。そんな。さあ帰ろ。じゃあね、シンゴ。おい、せっかくお前らを応援しに来たのに。マコはすごいよ。大したドライバーじゃなかったかもね、昨日のランエボ。そうじゃないよ、あいつはかなりの腕だった。アキナの86に負ける前の私らだったらきっと厳しいバトルになってたよ。あれからテーマになっていた打角の小さなコーナリング、昨日はバッチリ決まってたよ。だけど結局勝負を決めた C の121だけはパフォーマンス系の派手なドリフトになったけどね。あそこ私とんでもない勢いで入っちゃった。今思い出してもゾッとするくらい笑い事じゃないよ。まったく死ぬかと思ったよ。マコ、つくづくあんたは感覚派だね。なんかの拍子に急に化けるんだから。なんか吹っ切れた気がするな。でもまだまだ道のりは遠いよ。あの青空のずっと向こうにあるものを追っかけてる気分だよ。当分男なんかいらない。見てろよ池谷。バン！あっしだ！風邪ひいたんすか、池谷先輩。いや、別に。ちょっと、フラフラしてるよ。しょうがないんだ。昨日降った雪が残って、道が凍結してるんだから。やっぱスタッドレスぐらいじゃダメだよな。なんだあの車、スタッドレスなのに。信じられない。
撃？いったー、カチカチに凍ってるよ。大丈夫さゆき？ムカつくよね、まったく。一緒に始めたスノボーなのに、なんでマコだけあんなに上手くなっちゃうの？悔しいけど、マコに運動神経で勝てる女の子なんていないよ。ドリフト始めた時もそうだったけど、とにかく勘が良くてメキメキ上手くなっちゃうもんね。あー！なに、シンゴじゃん！おう、さゆきか？久しぶり。こんなところで会うなんて偶然だね。あんたもスノボーなんてやるの？まあな。あ、そうなんだ。俺だってスノボーくらいやるさ。そいでさ、シンゴってばさ、小学校の時鼻水垂らしてたのよ。バカ。そいで鼻垂れシンゴっていじめられてさ、それが原因でグレて柄の悪い走りは一直線よ。さゆき、いい加減なこと言うな。あん時はたまたま風邪ひいてたんじゃねえか。そうだマコ、あんた滑りたいんでしょ？え、行ってきていいよ。私シンゴと昔話に花咲かせてるからさ。そっちの彼氏付き合ってやってくれない？いいですよ。すいません。いや、どうだあいつ。ちょっと頼りなさそうだけど、シンゴの知り合いにしちゃまともだよ。走りの方はどうなの？ナイトキッズじゃ早い方だ。もっとも薄い最速のインパクトブルーには負けるけどな。それにしてもあんなに可愛いのに男いないなんてな。どうせなら俺に紹介してほしかったよ。何言ってんのよ、あんたじゃ推薦できないわ。それよりシンゴ、これがお見合いだって気づかれないようにしてね。バレるとマコが怒るからさ。わかってるよ。ところでさゆき、お前こそどうなんだ？何が？こないだの中里、あいつお前のことをだいぶ気に入ったみたいだぜ。スノボ始めて何年？去年からです。信じられないよ。この硬いバーンでビュンビュン飛ばせる女の子はそういないよ。ワクワクするし楽しいって思っちゃう。私ってのめり込むとすごい集中しちゃうんです。ねえマコ、どう？昼間のシンゴの友達。どうって言われても感じのいい人だったよ。真面目そうで。それだけ？それだけって初対面だからよくわかんないよ。ふふん、結構脈ありと見たね。そういえばさ、ちょっと気になる話聞いたんだけど、レッドサンズの高橋涼介、アキナの86を巻き込んで新しいチームを作るんだって。県外衛星を目指したスペシャルチームらしいよ。本当なの？佐伯すごいよね、ああいう発想が。あいつら一つのところにとどまらないでどんどん先へ行っちゃうのよね。すごい男たちと思うよ。悔しいくらい本当にカリスマだよ。もう一回会いたいな。たくみくん元気かな？かっこよくなるよ、あの子は。
うん、私の目に狂いはない。もう、さゆきったら。ああ、なんか燃えてきちゃったよ。そういえば、スキー場来る途中の道路、いい感じだったな。下の方は雪もないし。私も同じこと考えてた。後で行ってみようよ。好きだね、あたしらも。つまんねえな。峠は雪だし。ケスケ、冬を制する者は夏をも制す。え？俺たちのプロジェクトが始動するのは春だ。だからといって冬の間ゴロゴロしているようじゃ進歩がない。スノーロードを走り込め。え？凍結しズルズル滑る路面を頭の中を空っぽにして走りまくるだけでいい。その効果は春になってハイグリップタイヤに履き替えた時初めてはっきりわかる。感覚が研ぎ澄まされ劇的に洗練された走りができるようになっているはずだ。ケイスケ、俺たちは各地の峠に誰にも破れないコースレコードを残し伝説を作る。うん。雪はハンデなんかじゃなく最高のトレーニングパートナーなんだ。走り屋にシーズンオフはない。うん。食いつかないね、スタッドレスって。その分いいトレーニングになるよ。そこにコーナーがあればとりあえず攻める。それが走り屋の本能ってもんでしょ。うえ、なんだあの車。ありゃシルエイティだぜ。どっから来たんだ。うわすげえ、めちゃうま。どんなもん。なんかワンパターンの中速コーナーばっかりでつまんない。やっぱり薄いが最高よ。もしもし。あ、慎吾、何？え、あの二人ちょくちょく会ってるって。ああ、あいつ張り切ってたぜ。今日もデートらしい。へえ、そうなの。知らなかった。ふん、いいんじゃない。クリスマスも近いしね。うん、じゃあね。ようやくマコの彼氏いない歴20年が終わっちゃうのかな。いい車ですよね、 SW20。 楽しいんだけどやっぱり不便だよ、ツーシーターは。次はもっと実用的な車にでもしようかと思ってるんだ。四駆のワゴンかなんか。走り屋やめちゃうんですか。多分ね。言い訳するわけじゃないけどもう十分楽しんだと思うんだ。下手な頃ってさ、がむしゃらに練習を続けてどんどん上手くなるのが分かって楽しいよね。でもある程度まで来ちゃうと先が見えてくるし目標なくして少しずつテンションが下がっていく。いつの間にかそうやって卒業していくんじゃないのかな、みんな。あの、目標ってそんな簡単になくならないと思うんですけど。え？私も今年の夏頃やっぱり引退考えてたことあるんです。でも自分よりずっとレベルの高い走りを見る機会があってまだまだ奥が深いんだなと思ったから。僕はそこまでストイックにはなれないよ。プロを目指しているわけじゃないからね。
僕はさ、できることならまこちゃんにも走りをやめてほしいんだ。峠を走るのはリスクがあるだろう。やっぱり君は女の子だし、万が一事故った時のことを考えるとね。もちろん好きなことをする権利は誰にも奪えないわけだけど、僕がもしまこちゃんの彼氏なら。自分の恋人が毎晩峠に出かけていくのをほっとけないだろうな。心配だから。走り以外にも楽しいことは世の中いっぱいあるわけだし、明るい昼間におしゃれして出歩く方が合ってるんじゃないかな。まこちゃんは可愛いんだから。まこちゃん、僕は本気だ。こんなに誰かを好きになったことはないよ。僕と付き合ってくれ。私、そんな風に言ってもらえるのはすごく嬉しいです。でもまだ知り合ったばかりだし、そんなこと急に言われても。今すぐ返事してくれとは言わないから、一週間後のクリスマスイブにまた会おうよ。それまでにゆっくり考えていてくれないか。やけに浮かれてるけど、クリスマスなんか予定あんのか？ないっすよ、ないっすよ。池谷、お前は？あるわけないだろう。俺たちはランリードライバーだもん。ナイスキー。やかし、寂しすぎるぞお前ら。何を浮かない顔して何考えてんのよ。言いたくないな、さゆきには。あんたね、そうやって自分一人で抱え込む癖、よくないよ。考えてることはいろいろあるんだけど、何を目指して走ってるんだろうってね。今まであまり真面目にこういう話をしたことなかったけど、ただ漠然と上手くなりたいっていう目標じゃ、傍から見たら変なのかな。変じゃないよ、少しも。あんたなんか言われたんでしょう。本当にマコは素直すぎるっていうか、すぐに影響されちゃうんだから。他人が何と言おうと、あたしらはあたしらでしょ。そうだよね。ごめんね、イブなのにこんなところに呼び出したりして。いや、構わないけど。お願いがあるの。え、待ってくれよ。僕はマコちゃんとバトルなんてする気はない。そんなんじゃないの。私の隣に
乗ってほしいの。いつもならそこには必ず佐伯がいるのに、なんか変な気分。じゃあ行きます。すごいよ、まこちゃん。予想をはるかに超えていた。ナイトキッズでもこんなに乗れるやつは少ない。ひょっとすると、たけしやシンゴ以上かもしれないな。まこちゃんが僕を乗せた理由がなんとなく飲み込めてきた。これがまこちゃんの返事なんだろう。ごめんなさい。私なりに考えたんだけど。バカな女だと思われてもいいの。走りにかける情熱をなくせないの。これからも私の前を走り続ける人たちを追っかけたいの。追いつけなくても今は同じ方向を見ていたいの。ごめんなさい。でも嬉しかった、本当に。どこのドイツか知らないけど、まこちゃんに思われてる奴らに今死ぬほど嫉妬してるよ。おい、あくみはどうしたんだ。あくみはひょっとしてデートじゃねえか。知りませんよ、あんな奴のことは。俺たちだけでバーッとやりましょうよ。レッツーイエーイ、メリークリスマス、ロンリードライバー、バッタハイバー。